初対面、はい、よくあのさんまさんとかと一緒にご飯を食べたりとかするんですけど、うんうんうん、それの時に広田レオナさん、はい、と仲良くされてません、はい、そうよくあの広田さんから吉坂さんの名前がよく出る、そうですね、話されてるのか、凄まじいっていう、レオナさんに、まあ、確かに前回出演された時凄まじかった、そうなんやな、だから今日もあの1本目ちょっと勘弁してほしいなと思ってさっき前室でね、はい、よろしくお願いしますってこうご挨拶にね来られた時に、うん、牧原さんがこう吉田さんが行かれた後に、あの俺なんだろうね、やっぱりなんかねちょっと普通の人と違うんですよね、いやそんなことないです、全然もっとコンビニ店員です、なんて肌のあるバイトできんの、できますよ、何ですか、人に従えるのかっていうことですよね、従いますよ、従いらっしゃいませとかまだ言えます、全然ちょっと言ってくれよ、俺お客で入ってくるからですよ、見たいわ、あ、いらっしゃいませ、開く前に